政領の董卓は時の帝を廃し新帝を擁立、官室の実権を握り横暴を極めていた。朝廷に暴風が吹きすさぶ様を人々はただ眺めるしかなかった。董卓のそばには奇臣呂布が控え睨みを聞かせていたのである。そんな中、始祖王胤は天下を救うべく一計を案じた。それは麗しき幼女朝鮮を使った渾身の策、美女連環の計。彼女を董卓と呂布の間で回せ、両者の亀裂を誘わんとする。義父の命を受け、朝鮮は一人董卓の暗殺に向かった。漢の命運はその華奢な双剣にかかっていた。お父様のご様子はいかがでしょうか。先ほど伝令がありました。王院様は無事董卓のもとへ到着したそうです。そうですか。計画は順調なのですね。あとは私が董卓のもとへ急ぎお命を。朝鮮様、どうかなさいましたか。扉の向こうにどなたかの気配を感じます。もし計画が燃えては、まずお父様は生きて帰れぬでしょう。そんな どうすればいいのでしょうか。心配は無用です。計画を阻む方々は私が必ず。さあ参りましょう。時代の闇を照らすために。どうすんだ、ここで何。なぜ武器を持って。王院の神殿、今夜は董卓様を裏切るつもりか。味方に伝え、阻止しなければ。我が知役に勝とうなど片腹痛いわ。王院の策が董卓様を誰か気づいてくれ。董卓様は恐ろしいほどにお強い。生半可な覚悟では足元にも及ばないだろうよ。勝ち目はないか。これ以上董卓様に義理立てする必要もないな。これでひとまず時間を稼げました。ここより先は目立たぬようにしなくては。ここが目的地への近道ですが、見張りがたくさんいるようです。焦りは禁物。まずは敵の目を避けねば。見張りに見つからぬように通過しましょう。さあ、急ぎの時間です。この朝鮮様、どうなさいました。それともお待ちになるのか。まさか。時代の闇を照らすため、この先に進まねばならないのです。さあ、宴の時間です。あなたに命を出します。
光れば。敵将討ち取りました。排除しなければ。
崩れません。これが勝負だ。覚悟しろ。ないところでした。援軍感謝いたします。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。こんな悲しい舞はもう二度と踊りたくありません。敵将討ち取りました。光ある未来を闇で舞うのが私の使命です。